バッファロースプリングフィールドは1966年4月に結成されたアメリカのロックバンドである。様々な音楽的要素を内包しながらも、そしてメンバーたちの際立った個性がぶつかり合いながらも、密度の高い調和の取れた良質の作品を生んだ。その一方でメンバー間での対立が絶えず、1968年5月に解散した。活動期間は、 約2年と短く、大きな商業的成功も得られなかったが、1970年代以降の音楽シーンの第一線で活躍する人材を輩出した。1997年にロックの殿堂入りを果たした。左からリューイ・マーティン、スティーブン・スティルス、リッチ・ー・フューレイ、ニール・ヤング、ブルース・パーマー1965年、英雄5 5シンガーズのメンバーとして、 カナダ・オンタリオ州を訪れていたスティーブン・スティルス、リッチー・フューレーの二人が、当地で、若きギタリスト、ニール・ヤングに出会う。この出会いが、後のグループ結成につながる。英雄55シンガーズ解散後、スティルスは、カリフォルニアに拠点を移し、セッション活動でここをしのぐ合間にオーディションを受けるなどして細々と活動を続けた。プロデューサーのバリー・フリードマンから紹介された仕事を、 こなすためにバンドが必要になり、au55 シンガーズで共に活動したリッチー、フューレーをカリフォルニアに呼ぶ。これで、スティルスとフューレーが揃う。ヤングは1966年前半、トロントでブルース・パーマーに会い、彼が所属していたバンド、マイナーバーズへの加入を要請される。マイナーバーズは、レコーディングの準備が整えたが、リードシンガーが、 アメリカ海軍によって逮捕されたため、デビューのチャンスを失う。ヤングとパーマーは、スティルスとの再会を望み、ロサンゼルスに向かうことを決めた。約一週間後、スティルスの居場所を見つけられないヤングとパーマーは、サンフランシスコへの移動を考えていた。ある日二人は、サンセット通りで大渋滞にはまり立ち往生する。そこに、対向車線から偶然、スティルス、ピューレー、 バリー・フリードマンが乗った車が通りかかり、スティルス、フューレイとヤング・パーマーは再会を果たす。バーズのマネージャーであるジム・ディックソンの紹介で、パッツィ・クラインやザ・ディラーズとプレイしたこともあるドラマーのデューイ・マーティンが加わり、バンドの陣容が整った。グループ名は、スティルスとフューレイが居候していた、フリードマンの家の外に止めてあった蒸気ローラーのメーカー名から取った。 1966年4月11日に、ハリウッドのナイトクラブ、トルバドールでデビュー。数日後にワザディラーズ、バーズの前座として、カリフォルニアを短期間ツアーした。ツアー終了後、バーズのクリス・ヒルマンが、サンセットストリップの有名なナイトクラブ、ウィスキーやゴーゴーのオーナーに強く働きかけ、バッファロースプリングフィールドは1966年6月から2ヶ月間、 ウィスキーやゴーゴーのレギュラーとして採用された。この間の演奏が評判を呼び、多くのレコード会社が彼らに興味を示した。彼らは最終的にアトランティックレコードとの契約を獲得し、アルバムのレコーディングに取り掛けかかる。プロデューサーのチャーリー・グリーンとブライアン・ストームは、ヤングの声を気に入らず、ヤングの作品の大半のリードボーカルをフューレーに割り当てた。 アルバムのリリースに先立ち、ファーストシングル、クランシーは歌わないをリリースしたが、ロサンゼルスでトップ25まで上昇した以外に対した反響はなかった。1966年12月、ファーストシングルも含むデビューアルバム、バッファロースプリングフィールドをアトランティック参加の後コレーベルからリリース。1966年11月、LA のナイトクラブ。 パンドラボックスの閉鎖に抗議してサンセットストリップに集まった若者の群衆に対し警察が治安目的で働いた暴力的行為を目撃したスティルスは彼のエポックメイキングとなる曲 For What It's w o r t h を書いたバンドはすぐにハロウィンの夜のウィスキーやゴーゴーのステージでこの曲を演奏数日後にはレコーディングされロサンゼルスのラジオ曲 KHJ から流された。この曲は翌年の3月までにはトップ10入りし、あとこれレーベルはファーストアルバム収録の Baby Don't Scold Me をこの曲と入れ替え、ファーストアルバムを再リリースした。For What It's w o r t h は最終的に100万枚を売り、ゴールドディスクに輝いた。1967年1月、グループはニューヨークに遠征。 ドアーズも出演するクラブ、オンディーヌに出演する。しかし、このツアーで、パーマーが、マリファナ所持で逮捕され、カナダに強制送還される事態が起きる。レコーディングやライブのために、アメリカの両岸を行き来していたバンドには、多くのベーシストが、セッションメンバーとして参加し、その中には、マザーズ・オブ・インベンションのジム・フィルダーもいた。テレビ出演の際などは、 あらかじめ録音しておいた音源を流し、ロードマネージャーがベースを抱えて、当て振りをして乗り切った。こうした状況の中、次のアルバムの制作は難航した。バンドは、プロデューサーのグリーン、ストーンと対立し、また、ヤングとスティルスも何かにつけて抗論した。二人はそれぞれ自分がアルバムをプロデュースすることを主張した。ファーストアルバムでは曲を提供しなかったヒューレイは、 ヤングと同じ数の曲をこのセカンドアルバムのために書いた。6月初めにパーマーがグループに復帰、モントレーポップフェスティバルに出演する。しかしこの時ヤングは一時的に合体しており、モントレーのステージにはいなかった。結局ヤングは10月に復帰。アトランティックの社長アーメット・アーティガンの働きかけにより、グリーン、ストーンのコンビはグループのプロデュースから撤退。バンドは アルバムの仕上げに集中し、1967年11月、セカンドアルバム、バッファロー・スプリング・フィールド・アゲインのリリースにこぎつけた。バッファロー・スプリング・フィールド・アゲインは、グループというより、個々のメンバーの仕事の集合として、バンドの最高傑作であると考えられている。アルバムの反応も良く、ビーチボーイズに同行するツアーで全米を回り、バンドの状況は上向いているように見えた。 しかし、1968年1月に薬物不法所持のためパーマーが再び強制送還され、せっかくの活動に水を差す。グループは公認にジム・メッシーナを加入させる。パーマーがいなくなったのに続いて、ヤングも徐々にグループから離れて行き、しばしばスティルスがライブで全てのリードギターパートを弾くことになった。レコーディングは3月の終わりまでに、 メッシーナのプロデュースで予定通りを行われたが、グループの解散は間近であった。1968年4月、メンバー3人に加えて、エリック・クラプトンも巻き込んだドラッグ事件が決定だとなってグループは解散を決めた。ラストコンサートは5月5日、ロングビーチアリーナで開催された。結成からわずか2年後のことであった。グループが実質的に解散した後、 フューレイとメッシーナは1967年半ばから1968年の間にレコーディングされた楽曲を集めて最後のアルバムラストタイムアラウンドとして完成させた。フューレイのバラードカインドウーマン、ヤングのアイアム、エイチャイルド、政治的メッセージを含んだスティルスのフォーデイズゴーンなどは作者以外のメンバーはレコーディングに参加していない各自のソロレコーディングであった。 2010年10月23日と10月24日に開かれた毎年恒例となっているヤング夫妻主催のブリッジスクールベネフィットコンサートにおいてヤング、スティルス、フューレーの3人がバッファロースプリングフィールドを再結成して演奏した3人が同じステージに立つのは実に42年振りのことであった3人はさらに テネシー州マンチェスターで行われた2011年のボナルーフェスティバル3日目に出演。ありがとうございます。